ブライトン&ホーブアルビオン FC は、イングランドイーストサセックス州ブライトン&ホーブをホームタウンとするイングランドプロサッカーリーグに加盟するプロサッカークラブ。愛称はシーガルズ。ブライトンにヨーロッパ本部オフィスを置くアメリカンエキスプレスが2013から14シーズンからユニフォームの胸スポンサーを務めている。1901年に設立され、当初はサザンフットボールリーグに所属した。クラブ創設時より青と白の縦縞のユニフォームを用いている。1910年、当時のフットボールリーグチャンピオンであったアストンビラを破り、チャリティーシールドを獲得。これはクラブの唯一の国内タイトルである。1920年、フットボールリーグに新設されたサードディビジョンに参加した。フットボールリーグ時代のトップディビジョンへの在籍経験は1979から80から1982から83シーズンまでの4期のみ。1983年の FA カップでは決勝に進出したが、マンチェスターユナイテッドに引き分け再試合の末に敗れ、準優勝に終わった。2012から13シーズンにフットボールリーグチャンピオンシップにて4位となり、昇格プレーオフ出場権を得たが、準決勝にて敗退。しかし、2016から17シーズンに3試合を残して、プレミアリーグ自動昇格の条件である2位以内を決めたことで、35年ぶり、プレミアリーグが創設されてから初めて一部昇格を決めた。2017から18シーズンから、プレミアリーグに所属している。最大のライバルは、クリスタルパレスである。両者の対戦は、ブライトンと南ロンドンを結ぶ道路から M23 ダービー、A23 ダービーと呼ばれる。2013年にはチャンピオンシップの昇格プレーオフにてダービーが実現した。ライアン・イチモントや22ウェブスター15ダンク5、バーン33プレパー24スティーブンス6、グロス13トロサール11ムーイ18モペー7中、選手の国籍表記はFIFA の定めた代表資格ルールに基づく。括弧内の国旗は、その他の保有国籍を、星印は EU 圏外選手を示す。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。20世紀21世紀20世紀21世紀。ありがとうございます。